あ、街中に戻ってきた。おお、すげえ、なんか映画見よるみたい。脱出する方法を探さないと。この装置でドアを開けることができるかしら。ドアを。この装置って B12 のこと？そういうこと？え、大丈夫？まあ、あいつが堂々と移動しうるってことは、監視ロボットはおらんってことだよね。え、なに？またバグってないよね。次はどうしたの？え？なんか、え、入れんけど？でも話しかけることはできんのやな。いいよ。ん？なんかこれできる。え？なに？ごめん、音出した？え、大丈夫？あ、それなんか使える感じ？ですか？いいよ。え、びっくりした。え、怖い怖い怖い。絶対監視ロボット来るって。え、なに？どうするの？ロボット来ない？はい、なに？あ、頭に登る。え、君大丈夫なの？これどこに行くんだ？普通に下降りたんでいいんかな？あ、で、ここ。なんかレバーあった今。なんだあれ。街中にもあったビラかな？いいよ。あー、なるほど、そこの扉。置いてくなよ、おい。また見張り兵が道を塞いでる。これじゃすぐに見つかってしまうわ。そんな近くに見張り兵がおってよくさっきの音でやってこんかったね。あなたが見張り兵をあの牢屋におびき寄せて閉じ込めるのはどう？あの牢屋ってどれですかね。どの牢屋？あれってこと？なるほどなるほど。え、いけるかな？ってことは、ちゃんと、一旦視界に入って、こっちだ、こっちだー。え、どこにおる？あそこにおるんや。オッケーオッケー。で、これで閉めると。ふぅ。びっくりした。えへ、でも閉じ込めてるから。何これ？あ、ロボットじゃない？え、生きてる？アルタイサテウラ、わからん。このリカバリーセンターで俺は最高品質ロボットに生まれ変わった。今は頭脳明晰で模範市民の一人だ。え、君、え、どういう状態？大丈夫？それはここの大変発達したテクノロジー。一応生きてるっぽいけど。あれ？移動した？いつの間に？え？いつの間に？え？なに？誰？君は誰？話せる。パブロ。あの見張り兵たちを捕まえたの見てたよ。すげえな。ありがとうよ。あ、よかった。じゃあ君も逃げたい、この一人ですか？そこにもいるな。一応生きてるっぽい。思い出す。かわいそうな仲間たち。見張り兵に反抗すると、冷酷な仕打ちを受けます。これなんか、え？あれもなんかロボットおるね。それが私が恐れていることです。彼らによって、跡形もなく消されてしまうのです。感情も、自覚も、記憶もないのです。だから絶対に、捕まらないでください。捕まりたくないよ、それ私だって。捕まりたくはないんす。あそこにもおるな。どうするの？あ、これも、え、これもそこ閉じ込めれる？え、閉じ込めれる？開いてないよ。あっち側か？え、待って、2体おるよね。何やってんの、君。おい、面倒なことに巻き込むなよ。あとたったの758年で出所して自由になれるんだ。カポンね。758、どうなの？ロボット的には短いの？わからない。どの辺あたりからが短いんかがわからん。一応、え、2箇所あるけど、こっちも、
開けといて使うってことかな。開けといた方がいいよね。開けました。え、あっち側と繋がってんな。繋がってたら意味ねえな。待って、じゃあとりあえず、繋がってんのか。じゃあ閉めといた方がいいか。閉めといて、2体おるんよね。いやー。やっぱ、両方開けといた方がいいんかな。両方開けといて、2体か、むずいな。だいぶむずいな。ちょ、待ってね。待って、やっぱ閉めとこう。一旦閉めて、で、そこのすぐ近くのやつを、ちょ、一回。めっちゃ心臓バクバクしてきた。おいで。こっちだよ。待って、怖い。あ、いけた。一体いけた。ふぅ、めっちゃ怖。すごい心臓バク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 。そこ開けたら出てくるかな。でも今のところあっちしか警戒してないけん、大丈夫っぽいかな。一応ちょっと開けて、出てこないでね。ほら、あっちしか警戒してないっぽいよね。いけるかも。おいで。こっちだ。こっちだ、こっちだ。イエーイ。閉めて。出てる、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 出てる。危険、危険、危険、危険。待って、ドア開けて。怖い、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 怖い。閉めて、閉めて、閉めて、閉めて。出てるって。おい、出てるって。待って、開けて開けて開けて。開いた？何回もやりよったらさ、中のやつが出てきそうで怖いんよね。一旦ちゃんと中に入れといてからの、はい、閉めて。いけた！いけたよー！いけたよ？いけたよ？あ、いけたいけた。めっちゃ怖かったー。超危なかったー。ほら、見てたか。よくあの見張り兵をやっつけてくれた。昔の力を取り戻すぜ。お、逃げる？君も逃げます？なんかちょっと近づいてきたよね、君。あ。みんな自由を求めて逃げようとしよる。いいことだ。この子は生きてないのか。あ、なんか。え、捕まえた見張り兵をなんか眺めに行ったんだけど。いい君ってやつ？でもそこにいたら撃たれるよ。レーザーで撃たれるよ。ね、なんか、動く速度遅くなった？気のせいか？こいつもなんか、見に来てるんだが。へっへへーんってなっとる。見張り兵のやつ、ざまあみろだ。ジェイルに入れられる気持ちがわかったか？あ、なんかジェイルって出とったね、でっかく文字。ジェイルっていう施設の名前ってことかな。あはは、お前は何をやらかした。そりゃあおかしい。ラパン？なんかすごい動きにくくなったんやけど、なんか足取りが重いぞ。なぜ？はい、来た。閉めちゃうの？中にまだいたよ、ロボットたち。まあ普通に開けて出てこれるかもしれんけど。開けれる？それ。気をつけて。まだ終わってないから。わかってる。はい、気を引き締めます。私何かすることあるんかな？あ、ここに入れるっぽい。あっち側に行けるな。ここは？唐突に見張り兵おったりする？いや、大丈夫っぽいな。あ、これで開くのね。はい。開いたよ。このドアね。このジェイルから脱出するにはここしかないの。
向こうにあるコントロールルームから開けられると思うわ。あの部屋への行き方を見つけないと。ちょっとあたりを探してみましょう。ほうほう。え、どの部屋って？あ、この部屋？あのレバーを引けばいいってことね。どういうこ、あ、え？なんか、あそこ上側いとる。あそこの、あ、登れる？もしや。ちげえな。それはただの爪研ぎだな。そうじゃないんだ。自転車、上乗れんのか。ん？今なんかあった？いや、何もないね。え？なんかどこか、行けるところ。あの上に登れたら、いや、登れねえか。てか、監視カメラめっちゃあるけど大丈夫？ふんふん、同じことしか喋らないっすね。結構ぐるっと遠回りする感じかな。あ、なんか鍵あるよ。あれ？なんかできた。ラッキーね。あいつらドアにキーをつけたままだわ。あ、今の何？爪研ぎしたことによって音で気づいてくれたってこと？クレメンタインが。トラックの後ろに乗って。そこからフェンスを飛び越えて安全エリアに行けるはずよ。ほうほう。荷物の中に入れってこと？あ、ここか。なるほど。めちゃくちゃ危険な場所になんだね。よ。え？ちょ、危ないよ。私が後ろにいること忘れないで。え、あ、ここから入るってことかな？あ、入れそう。そういうことか。オッケー、オッケー。何もいないね。大丈夫ね。お、来れた来れた。で、ここを開けると。よ。めっちゃブザー鳴り出した。めっちゃブザー鳴り出したよ。いえー。助けてー。ちょ、置いてかないでー。置いてかないでって。待って。ちょっと、クレメンタイン。自分だけ出ていかないでよ。待てっておい。怖いって。ちょ、待って。スピードを落として、あ、いける。おっしゃー。ふぅ、いけたいけた。かっこいいね。一回も置いていかれたけど。あ、街中に戻ってきた。おぉ、すげえ、なんか、映画見よるみたい。かっこいいね。なるほど。え、どこから出てきた今。工場とかかな。どこ今の。安全な場所？見張り兵を振り切って逃げるのは不可能ね。少しの間私が奴らの気をそらすから、その間に行って。アウトサイダーのマニフェストは、いかなる犠牲を払ってでも、アウトサイドに行け、よ。私が書いたの。待って、犠牲になる気？え？もうあなたは私たちの仲間よ。みんながアウトサイドに行く必要はない。でも、私たちのうちの誰か一人でも、行かなければならないの。へぇ。地下鉄のキー？さっきの車のキーじゃなくて、これ。さあ行って。私のラム、ラム？にあなたを記録しておくわ。小さなアウトサイダーさん。切ない。切ないよ。なんてことだよ。